私たちの歴史観は間違っているかもしれない。第二次世界大戦が終わり、日本は悪とされた。侵略を企て世界の秩序を乱したと教育を受けた人もいるでしょう。しかし、それは本当のことなのでしょうか。当時の日本について評価している人も多くいるのはご存知でしょうか。日本が無罪だと主張している人が敵国の国民にもいたことをご存知でしょうか。今回は日本敗戦に対する評価の声を集めました。最後までご視聴ください。敵国だった連合国側の声。大東亜戦争で激戦を繰り広げた米軍をはじめとする敵軍の人物からの衝撃の声を聞いてください。日本が開戦した理由、戦後東京裁判が公平なものだったかについて触れることができます。 GHQ 最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥。日本には絹産業以外には固有の産物はほとんど何もない。彼らは綿がない、羊毛がない、石油の産出がない、錫がない、ゴムがない、その他実に多くの原料が欠如している。そしてそれら一切のものがアジアの海域には存在していた。その供給を全て断たれたら、どんな小国でも戦争を決断する。日本人はもし原材料供給が断たれたら、1000から1200万人が失業するのではないかと恐れていた。それゆえに日本が第二次世界大戦に赴いた目的は、そのほとんどが安全保障のためであった。東京裁判、アメリカ人弁護人、ローガン弁護人。私はこの裁判を引き受けた当初は正直後悔した。勝ち目がない裁判だからだ。しかし研究調査を重ねるごとに被告の無実が証明されていった。最初から日本に20年間一貫した世界侵略の野心など全くなかった。私は断言できる。彼らは全員無罪だ。もし彼らを裁ける者がいるとすれば、それは日本人だけのはずだ。東京裁判、アメリカ人弁護人、 F ・リール弁護人。祖国を愛するいかなるアメリカ人、こんな裁判記録では羞恥心にまみれるだろう。裁判官に法律家が一人もいない裁判などあってたまるか。アーノルド・J・トインビー歴史学者。第二次世界大戦において日本人は日本のためよりむしろ戦争によって利益を得た国々のために偉大な歴史を残した。それらの国々と日本の掲げた短命の理想、大東亜共栄圏に含まれた国々である。日本人が歴史上残した最大の業績は、世界を支配していた西洋人が腐敗の神ではないことを示した点である。ヘレン・ミヤーズ女性学者。東京裁判は正義ではなく明らかなリンチだ。私たちアメリカがどうして日本を罰することができるのか、私は理解できない。ウィロビー GHQ 参謀部長。東京裁判は史上最悪の偽善だ。もし米国が同じ立場だったら、日本と同じように戦っただろう。 H.G. ウェルズ SF 作家。あの戦争の敗者は日本ではない。真の敗者は植民地をほとんど失った欧米列強だ。マウントバッテン英印軍総司令。かつて盛況を誇った日本軍も最後は精神力のみとなり、敗れていったが何かが残った。西洋人をアジアから追い落としたという結果だ。ビルマ対インド方面の声。ビルマは19世紀以来イギリスが植民地支配をしていました。1941年の太平洋戦争開戦後間もなく、日本軍はビルマへ侵攻し全土を制圧。
1943年以来、イギリスはアジアにおける植民地の確保、アメリカと中国は援交ルートの回復を主な目的として本格的反攻に転じ、連合軍は1945年の終戦までにビルマのほぼ全土を奪還。しかし大戦を機に独立運動が活性化、ビルマは1948年に独立を達成。インドもイギリス統治下であったが、第二次世界大戦終了後に独立運動が活性化し独立を達成。独立を目指した現地の人たちは日本軍と共に欧米列強と戦いを繰り広げ、日本敗戦後に独立を勝ち取っていきました。今のアジアの形、すなわち英米などの欧米諸国の統治からの独立達成があったのは、日本の進軍と各地方での戦いの影響が強くありました。ウ・ヌー・ビルマ外相。高い理想と目的の高潔さに動かされたある国が、アジアの独立と民衆の解放に命と財産のすべてを犠牲にした。その国の名は日本という極東の島国だ。バ・モウ・ビルマ首相。我々を白人支配から救い出してくれたのは日本だった。我々は大戦終盤に日本を見限ったが、その恩は忘れない。日本ほどアジアに貢献した国はない。日本ほど誤解を受けている国はない。オン・サン、ビルマ独立の父。日本の軍事訓練は厳しすぎた。しかしラングーンが落ちた時、我々は間違っていないことを確信した。 T ・クーマン、タイ副首相。日本の優先で新しい独立国が不死鳥のように現れました。誰に感謝を捧げるべきかあまりにも明白です。プラモート、タイ首相。日本のおかげでアジアは独立できました。日本というお母さんは母体を壊してまでもアジア諸国という子供を産んでくれました。今日アジア諸国が欧米と対等に話ができるのは誰のおかげか。それは自らを殺してまで産んでくれた日本というお母さんがあったからだ。我々はお母さんがお産を決意した12月8日を、全ての力を出し尽くし私たちの国を産み、力尽きた8月15日を忘れてはならない。ネール、初代インド首相。日本は謝罪を必要とすることを我々にはしていない。それゆえインドはサンフランシスコ講和会議には参加しない。講和条約にも調印しない。グラバイ・デサイ、インド弁護士会会長。インドの独立は日本のおかげで30年早まった。この恩は忘れてはならない。チャンドラ・ボーズ、インドの独立運動家。インド国民軍はインド完全解放のために日本の友情と共に戦い抜く。デリーへ。ラダ・ビノート・パール、インド法律学者、東京裁判判事。この慰霊碑に書いてある過ちとは誰の過ちか。原爆を落としたのは日本ではなくアメリカだ。まだアメリカの手は清められてはいない。ジャヤ・ワルデネ、スリランカ大統領。サンフランシスコ講和条約において、なぜアジアが、日本が自由であることを望むのか。それはアジアにとって日本が唯一信頼できる国であったからだ。日本の理想に独立を望むアジアの人々が共感を覚えたことを忘れないでほしい。憎しみは憎しむことでは消えない。愛することで消えるのだ。ヤダブ元インド国民軍大尉。インド独立を目指した我々国民軍を助けてくれたのは日本軍でした。インパールの戦争で6万の日本兵士が我々のために犠牲となってくれたのです。我々インド人は死死孫孫まで日本軍の献身的行為を決して忘れてはいけません。そして感謝しなければならないのです。
インドでの日英激戦地マニプール州2926高地の現地民。日本兵は命を張って私たちを戦場から逃がし戦ってくれました。今こうして私たちが生きていられるのもみんな日本の兵隊さんのおかげだと思うと感謝の気持ちでいっぱいになります。 PN 歴インド最高裁弁護士。太陽の光がこの地上を照らす限り、月の光がこの大地を潤す限り、夜空に輝く星が輝く限り、インド国民は日本国民への恩は決して忘れない。インパール作戦慰霊碑のある村の村長。日本兵は飢餓の中勇敢に戦い死んでいった。この絶望的だが勇敢な行動はインド独立の糧となった。この慰霊碑は日本兵の供養であり、独立インドの象徴なのです。東南アジア諸国の声。インドネシアなど東南アジア諸国も欧米列強の植民地だった土地です。一部では日本が東南アジアの資源を求め侵略したという声もありますが、彼ら東南アジアを代表する方たちの証言を聞いてみてください。シェフウェイ、マレーシア外相。なぜ日本が謝るのでしょうか。あの大戦でマレーシア人と同じ小さな体の日本人が大きな体のイギリス人を追い払ってくれたではないですか。日本なくして東南アジアの独立はありませんでした。この日本が払った尊い犠牲を否定することはバックミラーばかり見ているようなものです。マハティール、マレーシア元首相。日本の責任を問うならば、非人間的な支配と収奪を続けた欧米の責任はどうなるんだ。ゴー・チョクトン、シンガポール首相。日本の統治は過酷なものだった。しかし日本軍により欧米のアジア支配は粉砕された。これはアジアに自信を与えた。大戦後15年以内にアジアの植民地が全て解放された。シャルル・ド・ゴール、フランス第18代大統領。シンガポール陥落は白人植民地主義の歴史に終焉をもたらした。インドネシアの教科書。日本の占領は大きな利益をもたらした。第一に基礎教育、第二に軍事組織、第三に政府機構。これはインドネシア独立の基礎となった。シェフウェイ、マレーシア外相。日本以外の方は特攻隊員が洗脳されたり狂信的なものと想像することでしょう。彼らの遺書を読めば狂信者とは程遠い存在であることがわかります。彼らが守りたかったのは母であり妻であり愛する家族だったのです。文友、インドネシア元情報相。あの戦争は我々の戦争であり、我々がやらなければならなかった。それなのに全て日本に背負わせ、日本を滅亡寸前まで追い込んでしまった。申し訳ない。アラムシャ、インドネシア陸軍中将。日本にはあと5年頑張ってほしかった。そうすれば中東とアフリカももっと早く独立できたはずだ。アセアン、インドネシア代表。アセアン会議で韓国が突然議題と関係のない日本批判を始めた時、インドネシア代表がそれを遮り言い放った。日本が隣にあればどんな国家でも韓国程度の発展はできる。恩を受けた日本人に感謝一つできない人たちであることが我々には全く理解できない。中国、韓国、台湾の声。日本に近い国、そしてかつて日本が統治していた歴史がある国の方たちの声を聞いてください。ラティモア、中華民国顧問。日本が立派にやり遂げたことは欧米の植民地帝国を完全に破壊したことである。チェ・ギョンロク、元韓国軍参謀総長。私は韓国人でしたが少佐として日本人を率いていました。私が敵中で瀕死の重傷を負った時、
私の部下は自分も被弾していながらも私を背負い突破し、私を救い出してくれました。私を救った彼はその傷が元で亡くなりました。旧日本軍の厳正なる軍規は感嘆を禁じ得ません。私は旧日本軍として戦えたことに誇りを感じている。金満鉄、評論家。韓国の近代化は日本の莫大な資金と人材の投与によって成し遂げられたものである。誰も日本からの独立など望んでいなかったのに、アメリカに強制的に独立させられたというのは真実だ。許文龍、台湾実業家。台湾の今日の経済発展は日本時代のインフラ整備と教育の賜物です。当時搾取に専念したオランダやイギリスの植民地と違い、日本のそれは良心的な植民地だったのです。戦前の日本の台湾統治に対し謝罪する必要などありません。戦後の日本政府は深い絆を保ちながら世界で一番の親日国である台湾を見捨てました。謝罪すべきはむしろ戦後の日本の外交姿勢です。李登輝、台湾総統。私は22歳まで岩里正雄という日本人だった。何ら恥じることはない。戦死した兄が眠る靖国に行く。身内なら当然のことじゃないか。現代の日本人たちは日本を愛することができないと言うかもしれません。日本はそれほど戦争中にアジアの国々に悪いことをしたのだと。しかしそれも私から言わせると湾曲された歴史観です。日本が戦後から行ってきた教育はあまりにも自虐的すぎました。そうした考えに正義感を覚える輩はただ無知なだけです。日本の皆さん、日本を愛しなさい。胸を張りなさい。日本はあなた方現代の日本人のものだけじゃありません。私たち元日本人のものでもあることを忘れないでください。このような言葉は教科書には載っていません。日本に感謝している国がいることも私は学生時代に知ることはありませんでした。このような言葉を知った時、私はなぜ日本は戦争に進んだのだろうか、勝てないという分析結果も知っていてなぜ戦ったのかという思いが湧きました。2023年8月15日、終戦記念日の今日、この動画を投稿し、少しでもあの戦いの意味について考えるきっかけになればと思い、動画を作成いたしました。ご視聴ありがとうございました。